まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。昨日に引き続きのセットカウント3対1での勝利となりました。今日の試合振り返っていかがでしょうか。そうですね、まあ、自分たちがいいときは、ああやってこうセットが取れるときがあったんですけども、まあ、本当ボリアスさんもサーブが良くて、まあ、そこに苦しめられて、まあ、セット取られたんで、まあ、そこはもっと修正する場所でもありますし、まあ、自分たちの強みも出てると思うんで、はい、良かったと思います。特に強みの部分、今日はチームとしてどんなところが一番良かったでしょうか。そうですね、まあ、僕たちはサーブと、まあ、ブロックとか、まあ、非常にいい選手がいるので、まあ、そこは継続していきたいなと思ってます。この2日間この旭川でのプレーということになりましたが、この会場の雰囲気いかがでしたか。そうですね、まあ、自分も初めての北海道ということで、まあ、寒いかなとか思ったんですけども、たくさんの人にこう応援してもらって、非常に熱い体感で、やりやすい場所でした。はい。シーズンも終盤戦ですが、まだまだ試合が続いていきます。次の試合に向けて力強いメッセージを最後にお願いします。はい、またファイナルに向けて、まあ、僕たちは、一戦一戦目の前の試合を戦っていくので、またぜひ、まあ、北海道の方も、愛知の方も、ホームの方に来て応援してください。ありがとうございました。本日の VOM 背番号21番